リアルミュート、大城のリードはと思う時がある。岡崎、巨人の補強ポイントはどこだと思います？上原、僕はキャッチャーだと思いますけどね。岡崎、大城がいるじゃん。大城じゃダメかね。上原、バッティングは僕好きですけどね。リードが、岡崎、WBC のキャッチャーだけどね彼も。上原、でもリードが、巨人ファン変か？なんくるないさ、リード定期。大城のリードって谷繁とか大山目言すること多いけど雑草が言った途端思っちゃうかな。リードなんて何やってもケチつけられるんやし、ベンチが責任持ってちゃんと指示しろよ。ガチのリアルミュートが反応してるのかと思ったじゃねえか。内山とか他球団がしっかり抑えてる選手にやたら打たれてるし、何かしら問題があるのは間違いないわ。ほんでこいつが褒める捕手って誰や？梅野とか坂本とかやとただの強いチームへのすり寄りになるけど、メジャーみたいに投手がサイン出せばええやん。まあ正直アウトローとインハイのゾーンにボール1個分出し入れできるコントロールがあればキャッチャーのリードなんかいらんし、阪神広島の打者は巨人戦になるとほとんどの打者がインコース待ち、インコースが甘くなったのつーだ。ご視聴ありがとうございました。